かし中に入っていったがブロックだ、オマラいいブロックを見せました。ベッコンのシュート阻んで、そして野本がいった、バスケットカウント。そうですね、今日のゲームはこのバックコート陣のやり合いですね。オマラが外でプレーをする。さあラムラに渡った、ラムラどうするか、外に振った、森山のシュートを見せてくる、決めた、スリーポイントシュートが来ました。さあここはベクトンに行く、ダブルで1点か、うまく守った、はい、今川選手ナイスプレーですね。そして森山から正村、正村がうまく弾いていって、バスケットカウント。この、はいはい、この今川選手は、ね、ナイスカバーですね。これでブロックを生んでですね、今もタイミング良かったんですね、はい、でこの後のこの小原選手のスプリントですね、はいはい、あ今日はラベラのところしっかりマークしています。小原外に振って遠目から打ってくる、決めた、柏村、林、柏村から川端、それと、まあ、ここですね、これですね、はい、このレイアップですね、本当に何遍見ても嬉しいですね林のディフェンスでシダボールにしました。柏村あーバンコクいいですか、さあ渋田が攻めていってフローターが決めた、やっぱディフェンスがやりにくくなりますね、完全にこう乱しているというか ね、 そうですね、崩してますよね、はい、面白いです。あ激しいディフェンス、パスを出させない、スクリーンを使ってなんとかフリーを出す、そしてダメだダメだ、遠目からスリーポイントシュート、最後ブザービーターになりました。ここで来ました、素晴らしい、まさに今うまく作りましたよね、プレーをね、そうでしたね、ギリギリでしたけど、はいはい、ナイスプレーですね。そして前半後半開始です。さあまず生原がボールを持って、あここはカットした、さあラベナが走る、ラベナが走る、キーパーラベナからガトソンだ、第3クォーターはチームファール2つ、よく守れている、ここ森川が入っていた、オマラのブロック、さあそして走っていく、ファールになる、止めた形になりました。このオマラのブロックから下の中に入れるラベナ、ちょっと下がりってフェードウェイを見せる、ぶれてないですね、これちょっとサイズアップして小牧選手がついてるんですよ、はい、あれだけ押してるんですよ、ラベラも得点を上げてきました。あカットするガトソン、外に振って森、おっとこれを手につかない、さあガトソンがここは走っていく、ガトソンがレイアップ、さあラベナがボールを持つ、ラベナここは空いたところ、ファウルを取ってバスケットカウント、いやそのまま行きましたね、残り26秒で、もうチャンスあればいけだったんですね、いやでもよく、いやこれもなかなか決められないところですよね、ナイスプレーですよね。